はい、皆さんおはようございます。パチスロ攻略マガジン攻略軍団のひなです。さあ始まりました、ひなスロードのお時間でございますよ。皆さん起きて、見て見て、早く見て、ひなスロードの時間だよ。はい、というわけで本日はですね、なんですかそれいや全然今パッと思いついてちょっとやってみました。お腹いっぱいだから元気ですね。そうなんですよ、実はですね、朝ちょっと雨が結構降ってまして、そう、お昼ご飯を今食べた後にですね、オープニングを撮っていて、美味しかったですね、松屋。はい、言っちゃダメなやつですか。いや別に松屋大丈夫ですか。大丈夫ですよ。美味しかったですね。何食べましたっけ。牛焼肉定食です。牛焼肉定食大盛りです。いっぱい食べましたね。皆さんごちそうさまでした。昨日も負けたんですもんね。はい、僕すぐ負けちゃうんですよ。じゃあそんなことでですよ、本日もですね、2回連続でお邪魔させていただいておりますが、千葉県新ケミ川駅近くにありますパラッツォ新ケミ川店にて、今回もですね実践させていただこうと思います。奇跡ですね。奇跡ですよ、はい、そうですね、約1ヶ月前ぐらいですかね、収録させてもらったのは。1ヶ月ってハイペースすぎません？そうなんですよ、今回はですね、なぜかというか、まあこれが本来の速さなんでしょうけど、ハイペースで、いつもよりもかなりハイペースで、はい、お仕事をしてますよ。4回目の収録にして、はい、そうなんです、第4回目にして初めて同じ店舗、しかも連続でっていう。やばいですね。はい、ひなスロードついに来ましたね。かもしれないですね。たらい回しにされてきたこのひなスロード、やっとですよ。そうかもしれないですね。まあいろいろ手配が大変そうですからね。もう行っちゃいましょう。行っちゃいます。パラッツォ新ケミ川店さんプレゼンツひなスロード。あ、なるほど。じゃあ毎回もう こちらの店でやらせていただくっていう。勝手に来ましょう。もはや呼ばれてないけど、そうしましょうか。毎月来ちゃいましょう。そうしましょう。それで楽しく打つと。そうですね。で勝てば視聴者の方にもちゃんとプレゼントをして、そうで、前回から溜まってる分が898枚分持ち越しがあるので、今日は、110枚ぐらいプラスにすれば1名の方にもうすぐプレゼントできるっていう状況なんですね。100枚プラスなんて簡単じゃないですか。そうなんですよ、もうそうなんです。なんとですね、まだ言わない。途中経過しちゃダメですよ。危ない、今言っちゃうとこでしたね。まあでも何売ってるかは言っていいですよ。はい、言っちゃっていいですか。はい、同席指名説明とかに書いてありますもん。確かに。じゃあ言っちゃって機種はいいですかね。南国物語を売ってるんですけど。おい、表情。確かにバレちゃう。いやで全然ですよ。だってまだ全然使ってないですからね。だから言うなって。だからまあ110枚プラスにすればいいので、まあ、最悪、ノーマルタイプに最後移動して、まあ、ちょっとビッグをね3連4連してくれれば、まあ、勝てるんじゃないかなっていう感じですよ。あんまり言うとボロが出て結果がもう分かっちゃうんで、じゃあ早速もう行きますか。あ、キーワード説明しなきゃですよ。あ、そうだ、そう、視聴者の方がね全部見てくれてると思うんですけど、そのプレゼントのとこだけちゃんと飛ばして応募してるっていう方ももしかしたらいるのかなっていうことで、今回からそのプレゼントに応募するのにキーワードをちょっと設けようかなということで、そのキーワードを一緒に入力してもらえないと。あ、お父さん風に落ちましたよ。キーワードを入力してもらってプレゼントに応募するっていうシステムにしようかなというのを先ほどディレクターさんと話し合って勝手に決まりました。会社の方にはまだ言ってないです けどきっと大丈夫だと思います。そうでもしないとつまんなくて見てらんないですもん、はい、つまんないとか言うんじゃないよ。だって浜、あ、確かに。あ、本当ですよ。危ない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 。
本当ですよね。でも我慢してみてればキーワードは分かっちゃうんですよね。そうですよね。でそのキーワードを全部集めて入力してもらってプレゼントに応募するという形になりました。はい。お腹が今日痛いんですよ。関係なくないですか。お腹が痛いんですよ。ちょっとしかもこれそうなんですよ。この分かりきついって言ってましたよね。いやさっきあのもう打ってる時にも言ったんですけど、あのボタンが閉まらなくてズボンの太っちゃって。初回も言いましたけど、はい、パチスロ打つ前にズボン替えようって話ですよ。あ、なるほど、そうですね。ズボン替えとベルトを替えという話ですよね。はい、いやそうなんですよ。本当に持ってるズボンが全て入らなくなりまして替えって話ですよね。で今チャックとボタンが全開なわけですよね。えこれちょっと本当たまにこう電車とかでクイッて座るときにちょっとずるっていくのがちょっと怖いんですけど。危ない出ちゃう。何が出ちゃうんですかそういう感じなのでダイエットも頑張らないとということで、ダイエットしながらパチスロも頑張りたいと。エンディングでひっそり痩せてるかもですねまあ痩せてる可能性はありますよ。まあ何が起こったのかは分かんないですけどねもしかしたらゲストをしてるかもしれないです。じゃあそこら辺も楽しみにして、じゃあ実践行ってまいります。はい、というわけで朝一はですね、南国物語、最新台ですね、打っていきたいと思います。告知は何を選ぶんですか。私はですね、吸引にします。そのままですね。あの最初はずっと彫刻図でやってたんですけど、なんか南国っぽくないなと思って。ちょっとパトランナー出してくださいよ。あ、パトランナー出さないです。私パトランナー絶対出さないです絶対出さパトランナー出してパトえなんかそんなキャラでしたっけ。語尾にパトとかつける人でしたっけ。そうだ本当ですか。だってなんかセクシーなんですもん。やだ。だって一つ言わせてもらいますと、こんなにこうおっぱいがでかくて垂れてない人なんて いないと思いません。そうで、この機種が、まあ、通常時そのボーナスに当選した時にあの告知が入るのがリプレイかサーマイベルが成立した時なんですね。なので、まあ、この台あのチェリーとスイカからのボーナスの当選に、まあ、設定差があるんですけど、まあ、その次のゲームとかそのチェリーとかスイカが成立したゲームに告知をしないので、若干その何で当たったかっていうのが分かりづらいんですよ。まあ、そこでかなり便利なのがダーウィンですね。ダーウィン、携帯の連動してるやつなんですけど、これがですね、見えますかね、どっちに出したらいいかな。こっち全部こう出るんですよ、詳細で。でそのこのチェリーとかスイカからのボーナスの当選に設定差があるんで、ダーウィンをやっとくとすごく便利です。でですね、この南国物語じゃなく南国物語かもうね、南国物語とね南国育ちがね今のところすごいごっちゃごちゃになってるんですよ。だからもう南国育ちってすぐ言っちゃう、危ない。もう南国物語なんですけど、あのモードがですねちょっと変わっているというか、まあよくあるあのパチスロ機だと、まあ、内部モードが一つあって、で内部状態っていうのがあって、で状態っていうのが、まあ、高額とか低額とかで、内部モードっていうのが、まあ、通常 A とか B とかって言われるようなものが、まあ、普通のパチスロ機はあるんですけど、この機械に関しては、まあ、モードがですね2つあって、
2つそれぞれがなんかこう孤立っていうか独立して存在してるんですね。こうなんか並行してこう存在しているというか。で朝一例えば、まあ、初当たりのモード、それがまあ SP 南国っていうモードがあって、まあ、すごいこうビッグボーナスをストックしていくっていう、まあ、すごいスペシャルなモードがあるんですけど、まあ、そこは約 3% ぐらいでしか飛ばないので、そこまで別に美味しくはないんですけど、その飛翔モードっていうのがまあ3種類あるんですね。 ABC とあって、でまあ設定変更すると、まあ、偶数の方がまあ飛翔モード C っていうところに飛びやすいんですけど、その飛翔モードっていうのが何に影響してるかっていうと、その当たった後の、その当たった後ときめきモード、ときめきゾーンかっていうところに移行するんですけど、でそこでもう一回こう当たりを引けると超ときめきっていうところに移行するんですね。その超ときめきに、突破する、その突破率に影響してるという感じらしいんですね。どういうことかっていうと、まあ、飛翔モード A っていう、まあ、32ゲーム以内に、ボーナスが当たるっていうのの振り分けがまああるんですけど、飛翔モード A だと32ゲーム以内にボーナスが当たるっていうのが、の振り分けが、まあ、約 2% しかないのに対して、飛翔モード C だと、32ゲーム以内にボーナスが当たるっていう振り分けが約 40% ぐらいあるんですね。そうなんですよ。なのでもし設定変更しているのであって、まあ、かつ偶数とかだとその飛翔モード C に、25% で、行くので、まあ、設定変更した後に、まあ、当たれば、まあ、もしかしたらそのまま連チャンするかもしれないよっていう、まあ、ちょっと今ね、私のちょっと説明が下手くそすぎてあんまり分かってないかなっていう方も多いかなと思うんですけど、正直よく分かんないパト、はい、そうなんかねそうなんですか、パト、ちょっとね複雑なんですよ。ちょっとね、私ももっと分かりやすくこう説明できればいいんですけど、頑張って僕が編集でどうにか説明するパト、あ本当ですか、それでお願いするパト、ちょっと私ちょっと無理パト、説明無理パト。パトで思い出したけど、僕のことパトニャンで、あパトニャンでいきます。番組冒頭から頭にパトランプ乗っけてるはずなんで、あ本当ですか、わかりました、シマニャンの上にパトランプが乗ると。絆大人気ですね。あ本当ですか、おびっくりした、びっくりした、387ゲーム当たりました、8000円で当たりました。おあれ下パネルっていつも消えるんです、そう下消えてて、いつも下消えたっけなって思ったんですけど、ビッグでしたね。あやべえ、私メモ帳とか出してない、えなんでだろう、おい収録中にスロマガを読むな、えマジっすか、ちょっと待ってください、なんでなんでなんでビッグ出てきたんですか、なんでじゃないですよ、え初当たり、ちょっと待ってください、なんで初当たりビッグ出てきた、家で読んでください、家でえなんでひなさん作ってる人でしょ、ちょっと待ってください、本当に気になる気になる、なるほど、無事解決ですか、なんでビッグが出てきたのかすごい不思議だったんですけど、まあ、その77ゲーム以降のビッグ当選に、まあ、設定差があるということで、あれこれはもしかしていいんではないですか、でもいいですね、こんななんかムチムチしたセクシーな子いないですからね、実際
いやでもいるのかなやっぱいないですね。ボーナス中ってリール映した方がいいですか？リールですか？一応ここだけピンポイントで。いやいやいや絶対いるじゃないですか。いらないかなと思ったこと。いやいりますよ。もう 1ゲーム連とかした時にだ気持ち悪いじゃないですか。成立薬分かんなかったら何をした父ばっかり取ってるんですか。ちなみにビッグだったら何かあるんです？ビッグだった場合はもういきなり超ときめきに移行します。なので、まあ、その連チャン率というかそういうのが、まあ、80% なのでこの後も連チャンする可能性が結構あります。なんでこんな隠しちゃダメパト。あれですかやっぱり下乳派ですか。そういう感じでもないパトよ。そういうのではない。はい、可愛らしいなと思って絶対可愛らしいとかそういうんじゃないですよね。だってさっきまで完全にいやらしい目で見てましたもんね。そういうこと言っちゃダメパト絶対さっきまでうわすげーエロいとか言ってたのにFF221枚。あ、チャンスランプ見逃しました。え、チャンスランプ見逃したってどういうことですか。チャンスランプ光るって言ってたでしょ。どういうことですか。え、光ったじゃないですか当たるとき。見逃したパート。あ、ほら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 。よし、6ゲーム。いや、いいですね。でもフリーズした時はこのカウントアップっていう、まあ、111とか222っていうなるのが必ず発生するんですけど、一応あの普通に当選した場合でも128分の1でカウントアップが発生します。あ、でもカウントアップが発生するのは、ま、あのビッグボーナスの時だけですよ。最大何ゲームなんです。なんか青天井らしいんですよ噂によると。マジっすか。じゃあ1000ゲームとか平気であるってことですらしいですよ。ただその上がっていくループがループっていうかそのあれが 50% なんでなかなか厳しいんじゃないですか。その1000ゲームとかはでも 50% を突破すればずっとカウントアップしてるってことですよね。まあそうですね。ってことは閉店までカウントアップしちゃうってことも あるかもしれないですね。とんでもないパト。バイブってるんですえ、なんでですか。急に革ジャン着てワールアピールです。いや、悪くないですよ。どういうことですか。この上着を着てる人が全員悪ぶってるってことになったら結構あれですよ。全国各地に悪がいっぱいいますよ。はい、悪だらけだとどんなイメージなんですか。この終了画面とかに、まあ、ネッシーがいたりするとまあ、今は超ときめきなんですけどその上の超ときめきっていう、モードに滞在してるっていうのが確定します。あとはこの下パネルのハイビスカスが光ってる時とかもあるんですけどポワーンってたまに光る時があるんですよ終わった後に、まあ、その超ときめきっていうのが、まあ、90% の、 そのまあ連チャン率になるんですけどその終了画面のネッシーあとはボーナス当選した時の空飛ぶクジラ
あとボーナス当選した時のこの蝶のランプがレインボーだった場合はその蝶、蝶ときめきっていうのが確定します。ちょっと間を置きましょう。パトローンが帰っちゃったからじゃないですか。そうですね、さっきまで行って連チャンしてましたもんね。確かに、ごめんよ、帰っておいで。出番パトでもこれで当たったらパトランランダ法成立しますよ。やばいやばいやばいパトー。まあ、ただまだリプレイ、あーリプレイ引いちゃった。これは残念ながら終了のお知らせですね。終了しました。まあ、ただ連チャン後はですね、33ゲームから、76ゲーム以内にボーナスが当たった場合は、50% でビッグになるのと、あとはですね、まあ、連チャン後222ゲームが天井になる振り分けが 25% あるので、結構連チャン後は222のところはですね、美味しいというか、まあ、結構当たるので、まあ、そういうような台が落ちてたら、まあ、落ちっていうのも全然ありですよね。フリーズだ、フリーズ、フリーズリプレイ。 右上がりにリプレイが揃う。すげえいいな。6万65536分の1ですよ。お、すげえすげえすげえ、頑張ってる頑張ってる、頑張れ。そう、ただくんいいよ。そういう動作好き。あーダメだ。あ、いったいった、すげえすげえすげえ、頑張れ。5万ゲームいけ、頑張れ頑張れ。よし、叩け叩け。そうだ、叩いたら上がる。5万ゲームいけ。あーダメだ、444。あーでもすごい。あー1万円なくなりました。この流れはまずいですよ。いや本当ですね、やばいな。これはどっかで視聴者プレゼントできなくなっちゃいますよ。確かに確かに、この番組それだけしかないんですから。魅力2枚目それしかない、それしかないってどういうことですか。ちょっと今ちょっと普通に流そうとしましたけど、それしかないってどういうことですか。だって変な汚いキャラとひなさんがくっちゃべってるだけの番組なんか見ないでしょそうですね、でも本当そうだと思います。プレゼントがなかったらだって見ない、見ないですよ。見ないって言われて気づいちゃったんですけど。何ですか何ですか。もしかしたら、うん、ファイブだけ見てる人っているんじゃないです。ありえる。キーワードやりましょう、キーワード。あ、いい、それいい。キーワード、キーワード考えてください。そうだな、キーワード、じゃあところどころで入れましょう。入れます。4文字とか。4文字、4文字、4文字ってむずくないですか。逆にじゃあ何文字でもいいですよ。3文字、あんま変わんないじゃん。あ、ごめんなさい、やっぱ4文字でいいです。あれ、え、文字に制限つけるのやめません。何文字でもいいですよ。じゃあ今日はパトランラン。おい、今言っちゃうね。全部はダメでしょえ、言っちゃったらダメなんですか。全部はダメですよ。じゃあ後半も違うキーワードにしますよ。なんか一文字ずつ言って、あ、そういうこと。最後に言葉を完成させてそういうやつ。あ、なるほど、そういうことですね。そっか、じゃあ途中まで言えばよかったんだ。パト、だからパト、適当な言葉を一言お願いします。適当な言葉ってなんすか。一文字でした。一文字。え、パ、
人が答え分かっちゃいましたよ。なんかありますよね、これ4チャンネルとかでよく。4チャンネル以外でもやってるかと。一つ目のキーワードはパで。そうですね、パ。まず1個目はパ。追加投資が、5,6,7,000円で、総投資が15,000円です、ね、レギュラーですね。すごい、またカウントアップ発生してる。すごいな、もっといけ、もっといけ。あーさ、333、でも333でもすごい。さあレギュラーが終わりました。終了画面は、まあ、満月だけですね。一応流れ星、あとオリオン座と、あとあれ月が、三日月っていうのがあるんですけど、まあ、それが出た場合は、まあ、高猛都市さんなんじゃないかっていうふうに言われてますね。でこのときめきゾーン中、このカウントが出てるときですね、1ゲームから8ゲーム目まではレア子役での当選がですね結構多いので、レア子役が引ければ結構チャンス。お、チェリー引いた。チェリー引いたよ。まだまだ3枚ベルもリプレイも引いてない。あーダメか。さっきのチェリーは残念ながらボーナス当たらずと。で8ゲームから32ゲームまでのレア子役は、まあ、チェリーの当選がもうガクッと落ちるんですけど、まあ、スイカでの当選がぼちぼち期待ができるので、8ゲーム以降32ゲームまでは、まあ、スイカが引ければ結構チャンス。残念。今回は32ゲームまでの当選はありませんでした。はい、ダメでしたね。で、マジっすか。どうしましょう。まあ、32ゲーム目にリプレイと3枚、リプレイを引いてるので、多分ボーナス当選はないと思うんですが、ダメですね、ないですね。で別に連チャン後じゃないんで、まあ、222のところもあんまり期待できないですし、まあ、33ゲームから76ゲームまでの当選のところも連チャン後じゃないと2分の1で、ビッグになるっていう条件に当てはまらないので、ちょっとやめようかな。ご飯行って考えます。 そうしましょうか。他にないけど。はい、その前にキーワード、2つ目のキーワード、はい、あ、なるほど、そうですね。じゃあちょっと休憩に入る前に2つ目のキーワードを言いましょう。2つ目のキーワードはとです。と、あ、とですよ、と。はい、というわけで後半戦も頑張ります。3つ目のキーワードは、頼むお願い、おい、もう、え、よくない、よくないです。デジャブ、デジャブ、あれ、私もこれなんか見たことあるな。あれデジャブ、どうしてくれるんですか。
でやむ気だったんですよ。ディレクターさんがもう1ゲームもう1ゲームって言って2ゲーム増やしたんですから、